はようございます。今日は先ほど拝見いたしました幸せパズルについて語りたいと思います。このパズルって言葉がどうしても抽象的に聞こえてしまうんで、なんか幸せ探しのためにいろんなことをやってみるってことなのかなみたいな風に思ってしまいがちですけれど、ここに描かれているのはパズルそのものですね。パズルが大好きになってしまった主婦の物語です。子供も大きくなってきて、そろそろ自分の趣味を見つけてもいいかなっていう頃にパズルに目覚めてしまったわけですね。そしてとてもそれが腕があった、うまかったと。募集に応募してパズルの大会に出ようみたいなことで、その大会に出るパートナーとしてなんか金持ちのイケメンに出会うわけなんですね。これはちょっと不倫に発展しそうだなという感じで、まあ女性版のシャルウィーダンスみたいな感じですね。家庭を持った人間が一つの趣味を通して別の異性に出会ってしまうみたいな。ただシャルウィーダンスはあくまでもダンスにハマって、順番が逆ですね。シャルウィーダンスの方は女性を魅力的だと思ってダンスを始めるけれど、ダンスの方にのめり込んでいって不倫じゃなくなるみたいな。これ逆なんですね。パズルが大好きでパズルにのめり込んでいったら男性の方にちょっと心を許してしまう。そんで夫婦の中に隠し事が生まれた。でそれを隠したままにするっていう見せ方がなんかすごく後味悪いなと。それが秀逸な人間描写やと評価的には呼ばれていますけれど、果たして本当にそうなのかと。当然こういう感情は持つだろうなっていうところを丁寧に描き出してはいるんですよね。大会のことを笑われてムカッと来て贈られた花を捨てちゃったりとか、小さなお話だけにこれくらい丁寧に描かないと映画にはなんないだろうっていうところありますけれど、シャルウィーダンスと比べてもまあダイナミズムはないですよね。大会始まった、見せ場がないから次のショットではもう優勝してるみたいな。パズルっていうのがやっぱり地味すぎるから、そういう風に描かざるを得ないですよね。イベント映画の中のイベントの方は口実でしかない感じの、そういうタイプの作品ですね。地味な作品だから地味なりにちゃんと細かく作り込んでるなという感じの作品でした。それではまたお会いしましょう。